嬉しい。去年よりこの去年その映画にもやらさせていただいたからこそ単独ライブとかもできるってなったし、やっぱりそこがなかったら紙フレの活動がうまく続いてなかったかもしれないので、もう嬉しい。今日の9時頃に発表されまして、ゆうもツイッターで書いたんですけど、そちらをぜひ皆さんの力で拡散していただけたらなって思います。ウェカニバルです。嬉しい、本当嬉しい、ありがとうございます。嬉しすぎる、やった拡散するね、ありがとうございます。ね、嬉しい、ありがとう。あ、温泉ありがとう、もふちゃんもみふちゃんもありがとうございます。今年も出られます、本当嬉しいんです。もう嬉しすぎて、こう早く今皆さんにお伝えしたくてこうそわそわしてたんですけど、なんとか今まで内緒でやってまいりまして、今年また紙フレが出演させていただきますし、アーリンさんで、ゆうたちとイコラブさんとエンパイアさんと ST48 さんとアップアップガールズさんですねっていうのが今出てると思うんですけど、嬉しい、ありがとうございます。いつ決まってたの？でもね、意外と最近なんですよ、それも。ゆうたちが聞いたのも多分意外と最近だった気がするんですけど、日にちは覚えてないんですけど、そう、結構最近だったからすごい嬉しい。あ、クマありがとう、かわいい。そうなんですよ、超嬉しい、ということで、やっぱツイッターだとこう見る方見ない方いるので鍵があると思うし、ショールームだとその嬉しさを伝えられるかなと思いましたので、配信いたしました。最近 SNS で写真多くて嬉しい、ありがとうございます。今日ね、その握手会じゃなくてトーク会があったんですけど、その時になんか写真そう最近あるから嬉しいみたいな言ってくれる方いまして、ありがとうございますって感じなんですけど、多分もうね3日間ぐらい写真出るか分かんない。もう写真全然撮らなくて、普段撮らないから珍しく撮ると一気に投下しますツイッターにポンポンポン。ということで嬉しいご報告でした。アイカーニバル2020カミングフレーバーとして出演させていただきます。また年末、今回は年末ではないんですけど、もう楽しみです。その12月がすごい楽しみになります。嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ります。今日さっきゆうがツイートしたんですけど、ちょっとね写真をね、ゆうね、URL 貼って写真を貼るっていう技術がなさすぎて文章だけになっちゃったのでちょっと見つけにくいと思うんですけど、皆さん拡散していただけたら嬉しいです。自分のツイッターを見ていただいて、大谷ゆきで出てくると思うんですけど、嬉しい、ツイッターにとかインスタとかいまだまだ慣れなくて、まあ、こんなこと言うのもちょっと恥ずかしいんですけど、もうやり方がねつかめないんですよね、いまいち。だからかわいいプラス その自分の URL 貼るのも結構毎回手こずっちゃって、嬉しい、ありがとうございます。
ちょっと待ってね。失礼いたしました。ちょっと充電がなさすぎて。嬉しいな。しっかり寝れてるの。お、全然寝れてますよ。なんか最近、今までなんか韓国ドラマとかめちゃめちゃ夜見てたんですけど、なんか最近1話見てる間に寝落ちしちゃったりして、だからよく寝てます。アメフレ大好きです、ありがとうございます。なんか本当にちょっと本当にエカニバルの2019に出させていただいて、一緒に出てた他の出演者さんのファンの方もカメフレを知ってくださったりだとか、もちろん皆さんもなんかカメフレのなんか初めて動いてる姿を見たっていうのですごい良かったって言ってくださって、もそこからカメフレが始まったと言っても過言ではないので本当に嬉しいです。2年連続で出させていただけることは嬉しい、すごい嬉しい。頑張ります。リハもねもう着々と始まってくるじゃないですか。だから頑張りたいと思います。去年のアヤカニバルめっちゃ良かった、嬉しい、ありがとうございます。おめでとう、ありがとう、嬉しいな。そうだからやっぱり去年も見てくださってる方には、あ、進化してるなって思ってもらうことが目標で、初めて今年見てくださる方にはカメフレいいなって思ってくださることが目標に頑張りますのでお願いいたします。その辺も新しい曲のラインナップあるのかな、それは秘密です。ユウたちもストリがねまだねこれでいくぞっていうのがまだ完璧に決まってなくて、なんでだから皆さんにもユウたちもまだ内緒です。単独ライブも最高だったし、ありがとうございます。もうねユウ単独ライブの映像をもう時間がある時時間がある時よく見るんですけど、本当になんかすごい見てて最高だったなとかめちゃめちゃ思い出すから、なんかすごい嬉しい。なんか単独ライブできたことも嬉しいし、もちろん今年も出れることがすごい嬉しいし、嬉しい。こんばんは、チームS公演で頑張っている姿見てます。あ、嬉しい、ありがとうございます。この間8人公演出演させていただきまして、緊張しました。今来ました、報告終わった。ではもう一度報告させていただきます。なんと2020年あやかにわる、反対でした、あやかにわる2020に今年もカメフレが出演させていただくことになりました。嬉しい、ありがとうございます。今年もエアカニバルに出させていただきます。嬉しい嬉しい、初めて来ました、ありがとうございます。本当に嬉しいです。今年も出演できるんですか。そうなんです。ユーのツイッターであの URL が飛んでると思うので、ぜひそちらを皆さんそのツイートをリツイートしていただけると嬉しいです。おめでとう、ありがとうございます。あの紙イベント、そうなんですよ、また出演させていただきます、嬉しい、ありがとうございます。皆さん、あー、くまもありがとうございます、嬉しい。足が、しびれちゃう。カメフレ待ってたよ、ありがとうございます、嬉しいな。
かワクワクしてきた。いやーこれはね、カミフレみんなと同じ意見です。もうすごい早く報告したかった。ユウの明るさがカミフレを無敵にしてる。いや明るいかな、それは良かったです。似合ってるご報告ですね。そう本当嬉しい報告でした。去年は中学生だったんだよね。そうなんですよ、そうだそうだ、去年中3だったので今年は高校生になってですね。でなかなか大きいライブも、まあ、こういう時期ですのでできなかったじゃないですか。だからちゃんとお披露目的なことになるのかな、結構お客さんが入るのかな、ちょっとわからないけど、高校生になったので、まあ、両方若さも大人っぽさも出せるように頑張ります。元気 JK ですから。初でトーク会っていいですか。嬉しい、待ってます。トーク会なんかすごい3回もやらせて、この近くなって3回やらせてもらったんですけど、ちょっとずつやっぱり慣れていきますよね。髪くるくるかわいいね。そう最近なんで巻いてるかっていうと、ストレートアイロン、これかわいいプラスで紹介したストレートアイロンこれなんですけど、これがねユウの髪の毛が痛みすぎてストレートかけても全然ふわってなっちゃって巻くしかないんですよ最近。そう嬉しい、とりあえず嬉しいご報告をさせていただきました。頑張っていきます。そうこれね高い、そうなんですよ、これカイプラス見てない方はぜひ見てください。ヘアアイロンをユウが紹介してる回がありますのでぜひ見ていただけると嬉しいです。そうヘアアイロンにしてはめちゃめちゃ高いやつですね。見たよ、ありがとうございます。 PS5 買えちゃうぐらい高い。 PS5 がいくらで買えるのか分かんないけど、ヘアアイロンってだいたいなんか普通に3000円とかなんですけど、それに比べるとっていう感じですかね。なので嬉しい、もう本当にいいよ。それがちょっと嬉しすぎてもうあのツイッター書いて迷ったんですよ。どうしようやろうかなって思って迷ったんですけど、やっぱりショールームやろうと思ってご報告させていただきました。いつも思うけどみんなスタミナあるよね。髪触れが髪揺れのライブでってことかな。そうか確かに、でもセットリストとかは結構激しめだなっていうもみんなも思うことはあるにはあるんですよ。でもその知ってる方もいらっしゃると思うんで、どこかでみんな誰かが言ってることなので、あれ知ってるかもしれないんですけど、カミフレってこうチャンスを逃してしまったらというか、そのチャンスを無駄にしてしまったらいつ解散してもおかしくないっていうのを、なんかそれをモットーっていうのはちょっとおかしいんですけど、なんかそれが上にあって、だから全力で頑張んないと続けられないから、なんかハードでやばいって思ってもこのハードを乗り切ってこう見てくださってる皆さんにすごい良かったって思ってもらえるんだったら頑張ろうっていう、なんかそういう意識というか、そういうユニットとしてのなんていうんですかね、そういうのがあるので、そうだから髪触れ、ここにある髪触れの終わるかもしれないっていう旗を必死に上げまくって下げないように
にっていうのをみんなで決めてやってますね。だからそのカメフレを担当っていうかカメフレを見てくださってるマネージャーさんとかもなんか今回はこうだったよとか今回こんぐらいだよとか全部伝えてくれるというか、なので私たちもあ頑張んないとなとか思えるし、でもやってて楽しいですからね。そうだからカメフレって意外となんか結構際どいラインでずっと いるみたいな感じなんですよ。もうアヤカーニバルの2020に出させていただくって決まったとしても油断したらいけないし、もちろんこれでユウたちが気抜いちゃってなんかいいパフォーマンスできなかったらすぐカメラがなくなっちゃうかもしれないっていう思いがあるから、なんかもちろん嬉しいのはそうだけどそれで頑張って楽しむって楽しめるところまで持っていくみたいなのがカメフレの話し合い、よく話し合いがあるんですけどちょいちょいあるんですよ。何ヶ月にか一回はあってそこでよく話してますね。だから今回第2弾に今回も出演させていただけてすごい私は嬉しいでございます。カメフレのその単独ライブをさせてもらった時のその東京タワーじゃない名古屋城じゃない、ありがとうございます。そう単独のライブをさせてもらった時にその You の、 終わった後に感想とかなんかインタビューとかあった時にどうでしたかみたいな聞かれた時に楽しかったですっていうのはもちろんだったんですけど、ユウがその時思ったのがなんかめちゃめちゃ単独ライブに向けてリハをやってきたんですよ。そうすごい、あそのなんか今まで普通の SK48 のライブでもめちゃめちゃリハをやるのでそんな気を抜いてるとかもちろんないんですけど、今回のカメフレの単独ライブって何度も延期、何度もってわけじゃないけど延期になっちゃったりなくなっちゃったりしてやっと8月にできたのですごいそれまでに期間があったんですよ。だからすごい期間がめちゃめちゃ長かったんですね。でめっちゃやってたからその緊張、もちろん始まる前の緊張とかあったけどなんかあいけるって思えたっていうのがあったから今回もちょっとそういうのがあるぐらいまで頑張れたらいいなって思います。不安がなくなるまでレッスンしてるからステージでみんなが本当に楽しそう、そういうことなんですよ。ゆうはそれを言いたかった。日本語が下手すぎてちょっとうまく伝えられなかったけど不安がなかったっていうのが一番ですね。そうなんですよ。素敵な時間です、本当に嬉しい。なので2020も気合い入れて頑張りますのでぜひ見ててください。嬉しいな、本当に嬉しいんですよ、すごい嬉しい。そうカメフレのライブは出し切ろう感がすごい、嬉しいな、すごい嬉しい言葉です、超嬉しい。嬉しい。ということで、でも本当にさ去年アヤカーニバルに出させていただいてなんかそこでなんかみんなにもなんかコミフレのパフォーマンス良かったっていうのを言ってもらえてすごい嬉しかった、嬉しくてユウたちのモチベーションもこう上がっていったっていうのもありますしね。
ね。ユウがいっぱいちゃいないか、いやいやいや、ユウはね、カメフレの中にいるだけですから、引っ張るとかないですけどね。カチューシャ似合ってるよ、嬉しい、ありがとうございます。これ今日持ってったんだけどつけるの忘れちゃった。カミングフレーバーです。でカバンに入ってたんだけどな、入れてたんですけど普通に忘れました。で今日なんかいつもより眠すぎてびっくりや。朝早いからね。でも握手会っていうかトーク会的にはあれなのかな、今日のやつはさ、あれ今日のん、なんで言おうとしてたっけ、忘れちゃった。昨日のロキポで言えばいつでも何歳になれるの、いやいやいや待って、それはね全然違うのよ。昨日めちゃめちゃ噛んだからダメです、なれません。アナウンサーさんすごすぎてびっくり、本当にわガチですごい人たちだって思いました。っていうか本当に綺麗すぎて顔ちっちゃい背高いしめっちゃ綺麗でビビりました。テレビで見てて綺麗だなって思うけど生で見るとやっぱり違いますね。綺麗すぎてビビります、本当に。サイコロは神がかってた、もう本当あれはねちょっと恥でしかなかったんですけど、いうね裏技聞いたんですよ。これカラオケ配信やったらなんか残らないみたいな聞いた。でもカラオケ配信できんやないかい。ショールーム言う残したくないんですよ本当に。あ、できた。そうなの？え、そうらしい。歌わないけど一回流しとけばみたいな。やだよ、ショールーム残るの嫌じゃない？なんで残したくないの？過去にとらわれたくないから。ね、みんなかっこいいって言ってくれてる。そんなかっこよかった今。びっくりなんだけど。こんばんは、こんばんは。ちょっと待って、何にしよう。ちょっと明るめの曲がいいよね。やっぱでもこの曲一回歌ったことあるんで。あ、もう最悪イヤホンつけないとダメなんだ。ちょっとめんどくさいからやめちゃおう。かっこよすぎて耳が驚いてます。あ、本当ですか、嬉しい、よかった。なんかゆうすごいあれなんですよね、あの自分なんかツイッターとかでもそうですけど、あんまりこう自分の写真とか残るの好きじゃないんですよ、めっちゃ。だからかな、だからショールームとかもなんかめちゃめちゃあれですよね、なんか残っちゃうから悔しい。全部なんかショルムってさ、生じゃないですか、これ今現状リアルに、リアルじゃないですか、今じゃないですか。だからさ、なんかそれがさ残るのってさどうなんですか、アーカイブ的な。ライブとかだったら楽しいけど、こういう今皆さんのコメントを優が読んでるっていう時の配信だからどうなんだろう。今見てくださってるみんなとはこうお話できてますけど、
そう、リアルタイムだから楽しいところっていうのは言うがあると思います。そう思います。だから苦手なんですよ、残るのが。そうなんですよ。ちょっとね、言うね、いろいろありますけどね。まあ人それぞれ思うことはありますし、関係ないですけど全然。でもなんか優がなんか一番苦手なことは、他の人と優を一緒にするとか比べることが苦手なんですけど、なのでみんなはね、そんなこと全然言わないから、ゆうはすごい幸せなんですけど、ありがとうございました。だから本当に嬉しいです。皆さんは本当いい人って言われませんか、知り合いとかに。いい人だねってゆうはすごい思います。すごい内容のないお話です、すいません。メフレで幸せ言われます、即答言われますよね。全然言われると思う、めちゃめちゃ言うわ。皆さんいい人です。みんな言われるって言ってる。やっぱ言われるよね。あ、そうだ、ちょっと超嬉しいご報告、最後にもう一度だけ言わせていただきます。綾川に言われる2020に今年もカミングフレーバーで出演させていただくことが決まりました。何度も言わせていただくんですけれども、このアヤカーニバル2019に出させていただいてから、カミフレでやりたかったことができるきっかけになったりだとか、他のファンの方にしていただけるきっかけにもなった素敵なライブカーニバルですので、今年も2年連続で出演させていただけることが決まって本当に嬉しいです。で、報告したら皆さんも喜んでくださって、素敵なライブになるようにカメフレ一度頑張りますので、応援よろしくお願いします。そして見てください、ぜひ。ということで本日のご報告配信となりました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。これはカラオケ配信じゃなくて音楽が流せなかったので、おそらく残っちゃいますね、ライブ残っちゃうんですね。ないんですよね、ゆうイヤホンがないのよ。ないのでこれは残りますけど、これは嬉しい報告なので全然残ってくれた方がありがたいですね、逆に言うと。あ、この服今日握手会で着た服なんですけど、超可愛い、一目惚れして買いました。今日の履いてたスカートも一目惚れして買いました。人がいっぱいいます、かわいい。そう、これはたくさんハンガーにかかってた服の中でこれがすごいかわいく見えて選びました。そしたら超かわいかった。人がね、超人がいっぱいいるの、一人一人違う顔、そうみたい、かわいい。今日は30人ぐらいと一緒に行動してました。ではまた、アイカーニバルぜひ見てください。カミフレ次で頑張っていきます。あ、ツイッター拡散お願いいたします。